んぴょんぴょこぴょこここぴょんです。ぴょこけいちゃんです。はい、今回はですね、私がずっと前からやりたかったアニメのアフレコのゲームがあるんですけど、それを今回ね、今日は挑戦したいなと思っていまして、それではね、早速やっていきたいと思います。それではレディーゴー。はい、じゃあやっていきたいと思います。この茶色い髪の下のところのミキちゃんの役をやっていきたいと思います。じゃあアフレコを早速ねしたいと思います。はい、私は元気にやってるよ。あ、心配しないでね。そうしんと。ん？沙織ちゃん。ミキちゃん。お疲れ。まだ残ってたんだ。今日で学校始まって1週間目だから、なんとなくね。そうか。もう1週間になるんだ。私にはあっという間の一週間だったよ。私は体ボロボロだよ。なんか充実してそうで羨ましい。え、沙織ちゃんは充実してないの？いや、私は、そうだ、なんでミキちゃんは声優学校に入ったの？なんでって、私、いい年して恥ずかしいんだけど。うん。声優になる夢がどうしても諦めきれなくって。どうしてもってお父さんとかに反対されてんの？今でもちょっとね。夢とかいつまで子供みたいなこと言ってるんだって。昔よりは理解してもらってるけど。へえ、じゃあ高校卒業するまでになんとか説得できたわけだ。違うよ。ここに来るまで看護師1年してたんだ。あれ高校18で卒業するから看護学校が2年くらいだとしても、それで就職してって。今年23だよ。いい年して夢とかバカみたいだね。そんなことないよ。すごいよ。尊敬するよ、ミキさん。沙織ちゃん、今更さん付けなんてやめてよ。それで沙織ちゃんはどうしてここに？言えない。2年間ニートしてて親兄弟に無理やりに放り込まれたなんて。はいね、やってみたんですけどどうだったでしょうか。はい、初めての挑戦だったんですけど、すごく難しかったんですけど、でも楽しく、ね、できてよかったですし、あとやっぱり声優さんってすごいなって改めてね、すごく思いました。はい、今日はこれで終わりにしたいと思います。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。次の動画も見てね。